山岡寿司もそこまで来てるからどうぞ。椅子も一つ。椅子あるか。椅子そう。はい。いや、椅子いるよそこに。山岡先生もどうぞってそこまで来たの。下げます。いらっしゃる。今予備来ました。上上がったのかな。下に歩いてる。電話かけないね。戻ってきた。今あの入られてるから。いや、あの、行かなきゃ。行かないです。何？うん？うんうん、ありがとうありがとう。はい、またこう置いてきた。うん、こっちいらっしゃい、こっち。こっちもほら、こっちも多いから、そっちばっかり。うん、山川さん。山津久美奈美さん、ご苦労様でございます。国民の生活が第一の、午前中は、党本部の開所式、そして引き続きまして、ただいまから、国民の生活が第一、基本政策並びに、基本方針ですね、そして、ロゴマークについて、小沢一郎代表から発表をさせていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いを申し上げます。はい、それでは私から国民の生活が第一の基本の考え方、そして緊急の政策課題について申し上げます。